Hi guys, how's it going? 英語英会話一日一言 Listening Challenge のお時間です。今日は1322にやりましょう。何と言ってるか、そしてどういう意味か考えてください。 I spice it up a little。 OK、 では答えです。答えは I spiced it up a little という意味です。ちょっと工夫してみましたという表現になります。英語には工夫という単語の、ちょうどいい訳はないので、こういう表現で代用してください。 I spiced it up a little。 ちょっとスパイスをワンアクセントこう入れて、スパイス、ちょっとスパイスアップしましたみたいな感じで覚えておいてください。 OK、 じゃあ工夫の時ですね。工夫の時はこの表現を使ってください。では発音いきましょう。発音、リアル発音ですね。 I spice it up a little。 今回はちょっとややこしいんですけども、一回分かれば余裕です。 I spice it up a spice it up a のところが重要なんですけども、これは、スパイスまでいきますね。 S までいって、その後すぐ D です。母音を入れません。残念ながら母音は入れないです。 spice it up spice it up。で、その後この大きい R はラ行です。I spiced it up. I spiced it up. OK? ここまでいきましょう。I spiced it up. I spiced it up. そして little。 Li とその後のこの大文字の R はまたあれです。ラ行。レロロですね。レロで、この最後の L は舌をつけてもつけなくてもいいけど、途中までは行く L です。レロ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 。 Very good。 この大文字の R でロ行きますね。ロ行った後にちゃんと L につなげておうとしているところが重要なんです。そうするとこのうまい具合に絡んでいい感じのキュッていう音が出るので、私たちと同じ発音になります。 OK、 しっかりそこを押さえておきましょう。では長い感じがするんですけども大丈夫です。一緒にやりましょう。私がついてます。 OK、 I spiced it up a little。 ゆっくりいきましょう。 I spiced it up a little。 OK、もう一回ゆっくりいきましょうか。I spiced it up a little。 いいですね。 OK、 so、 この発音をまずはゆっくりでいいですよ。ゆっくり練習して、ゆっくり言えるようになったらスピードアップするのは難しいことじゃないんですけども、最初から何ですか、早く言おうとすると車で言うと5速からこううーんってやってるような感じになってしまうので、ちょっと辛いですね、きついですね。なかなか波に乗れないので、まずは1速から行きましょう。ゆっくり。そして2速、3速と入れていけばいいだけなので、焦らないでください。OK。Alrighty guys, so thank you very much for watching. I'll see my next video lesson, OK? 噛んじゃいましたね。Alright, まあ気にしません。Bye! 私たちの単発講座で英語を学びたい方は講座で待ってます。リスニング、スピーキング、いろんな講座があります。 PC の方はこちらです。スマホの方はこちらです。